おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。やっと金曜日、今週最後のお弁当です。これね、鶏肉はさ、裏表塩コショウをピャーっと振るよ。もうね、今日はもうちょっとギリギリに起きちゃったからご飯と一緒におかずを作る感じでさ、顔まんがい風にしたの。でね、分量これね、うちはさ、炊飯器がないから土鍋炊飯だけど、これは炊飯器にぶっ込めばできるからね、炊飯器でしても大丈夫よ。そしたらね、鶏肉をドドンと乗っけて、ちょっと量が多い3枚あるけど、私の朝ごはんに食べようかなと思ってね、多めにそしたらね、炊くだけで、タレを作るよ。長ネギは十字に切り込みを入れて、ざっくりみじん切りね。細かくなくても大丈夫。ざっくりでいいの。食感が残るぐらいがうまいからね。で、タレの分量は、これね。もうさ、私日本人って、ま、これさ、カオマンガイ風だからね、日本人のお口に合うように作ってる。だからこのタレをよーく混ぜとくね。でね、きゅうりを薄切りです。このきゅうりも種はね、取ってる。余分な水気が出にくいようにね。そしたらちくわは縦半分に切って薄切り。きゅうりとさ、大きさがだいたい合えばね、食べた時のまとまりもあるしね。で、これトウモロコシはくし切りにするよ。で、これはなんだ？かいわれのハム巻きだねすぐ忘れちゃうわ。数時間前なのに困っちゃう。もうこれね、いつものように花束をくるむ感じで巻いて、巻き終わりを爪楊枝で留めて、詰めるときに外せばよし。で、ウインナーに切り込みね。そしたらだし巻き卵の準備です。そう、昨日はさ、病院の待ち時間にね、もう2週間ぶりになるのかな、久しぶりにね、コメントの返事ができました。私もさ、コメントの返事ができそうな時はなるべくするようにしようかなとは思ってるんだけど、なんせ今さね、こんな感じじゃん。こんな感じってどんな感じよってね、まあドタバタとしてるからさ、なるべくこう返事ができそうな時は返事書いたりしていこうかな。で、ほら、例えばさ、質問とかあるよ。質問とかがあればさ、極力もうそこから優先して書いていくようにしようかねと思ってみたりでね、やっぱね、できるお返事書けるときと書けないときがあるから、書けるときは書いて、書けないときは何ハートをちょぼんって押してさ、していこうかなって思い方です。どげんでしょうかまあほんとね、今は時間がバッタ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 してですね。でもしさ、もしほら、あれ、この人には返事書いて私には返事書かないのみたいになるのもさ、なんか嫌な思いさせちゃうからさ、
もう最初言っとこうと思ってね、できる、まあ、時間的に、時間にちょっと余裕があってできるときは書くけど、できないときはハートをちょぼんするけど、決してこの、なんていうの、人を差別してるわけではなくて、私の時間の都合でそうなっちゃうときもね、あり得るからね、そこはね、誤解しないで、なんて言うんだ、こういうのを誤解しないで、ご理解いただけたらなぁと思ってます。そしてこれはトウモロコシとモーニングサーブとウインナーを焼いてるね。で、トウモロコシはね、真空パックのやつはさ、このままでも食べれるけど、やっぱこの焼き目が旨味だから焼き目をつけてさ、今日はね、これはクロセスパイスをシャカッと振って味付けをしたよ。息切れがした。一気に喋ったら。で、油を熱して、これね、きゅうりとちくわを炒めるよ。またこれがうまいんだよね。でね、分量はこれです。っていうのはね、また私は調味料入れるところをうっかり取り忘れちまって。ね、なんか毎日忘れない日はない、オードジー。困っちゃう。そしたらね、もうね、ご飯も炊けてるからさ、この鶏肉を取り出す。そして今日はかまどさんじゃなくて、これはね、あれは銀宝の、銀宝陶器っていうところの、きっかご飯鍋3合炊きで炊いてる。まあ、私はさ、ストーブオタクを卒業したと思ったら、土鍋オタクになっちゃって。ただね、土鍋はね、積み重ね収納ができないから、増やせないというね。そしたら詰めるよ。リーフじゃない、これなんだ。サニーレタスで好きって、鶏肉はもうご飯の上に、ドドンと乗っける。顔まんがい風だからね。それっぽく。でね、だし巻き卵はさ、お弁当箱の深さにもよるけど、底上げをして、断面が見えるようにね、こう立てかける感じで詰めたらいいかな。お弁当はさ、よく私も言うけどさ、立体的になるように、平面にこうベランって寝かせるよりも、こう、立体的に縦詰めをした方が見た目が良くなる気がするな。で、ウインナーとさ、トウモロコシ詰めたね。そしてカップを敷いて、ここにさ、これはキュウリとちくわのオイスター炒めね。でね、ここでね、トウモロコシとウインナーを追加。滑ったり倒れたりしないようにちょっと壁を作ってからね。で、隙間にさ、貝割れのハム巻き、ミニトマトを乗っけて、そしたら顔まんがい風にタレをかけて、これで今日のお弁当の出来上がり。今日はね、ちょっとギリギリに起きちゃったからさ、ご飯もおかずも一緒にできちゃう簡単な顔まんがい風にしました。材料と分量これね。また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。ではでは、良い一日を。